敵チームの選手も脱帽。大谷翔平は特別な存在だ。大谷翔平の7号ソロホームランは滞空時間が驚異の 6.98 秒で今季メジャー最長となり話題となった。この打球は球団最長記録となったが、対戦相手のブルワーズの選手たちにも衝撃の走る一撃となったようだ。天井にも当たりそうな一撃を食らったのは、元ソフトバンクのレイ投手だったが、打球は見ていたよ。打たれた瞬間に入ると思ったね。と白旗を上げた。相手のセンターを守っていたウィーマーは大谷を警戒してあらかじめ後方を守っていた。しかし、大谷の規格外の打球は空高く舞い上がり、ジャンプしようとしたがスタンドインした。大谷は特別な選手だ。彼のような才能を持った選手はいないからね。今回対戦できてよかったよと大谷との対戦をむしろ喜んだ。敵チームも特別な感情を持ってしまうほど大谷翔平は魅力的なようだ。メジャーの選手にも尊敬される大谷くん。未だかつて日本人ではいなかったな。すっかりメジャーのスター選手になってしまった。現地のファンも虜にしてしまう。今年も30本は硬いな。漫画の世界を実写で見せてくれてありがとう。メジャーの選手が見たことない打球。少しでも面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくね。あなたからのコメント待ってます。